こんにちは、こんばんは。ココアートチャンネルへようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。コメント Q&A の動画なんですけれども、一つ一つにじっくり答えすぎて動画がどんどん増えていっておりますが、お許しください。今日は一体いくつのコメントにお答えできるのかみたいな感じなんですけれども、ひとしたつみさんよろしいでしょうか。ココさん、1万人まであと少しですね。初心とココさんスマイルを忘れずに無理なく頑張ってください。そうですね、初心は大事です。もう本当に私もこの動画を始めた時の気持ちって、まだまだ最近ですけどね、動画を始めた時の3年前の気持ちを持ち続けておりますので、この気持ちを大切にココスマイルで、ココスマイルで、ココスマイルで頑張ってまいります。よろしくお願いします。これはちょっと本名っぽいので下の名前だけ、ふみえさん、こんばんは。ココさん、おめでとうございます。ありがとうございます。個展の準備お忙しいところありがとうございます。こちらこそです。まあ私はもう人形を作ってるばっかりで、スタッフがバタバタとしております。個展は神戸で開かれるそうですね。神戸なら近いので一度お邪魔してみたいです。ぜひぜひお越しください。ということは関西の方でしょうか。ココさんもスタッフの皆さんもお体に気をつけて無理なさらず頑張ってください。チャンネル登録させてもらいました。チャンネル登録ありがとうございます。嬉しいですね、こうやって無理せず頑張ってくださいって気を使ってくださる方がねいらっしゃるっていうのはどんなにありがたいことなんでしょう。そして次の質問が、何でも質問して良いんですよね、なら今まで整形にかけた費用を教えて。男だったんだからヒゲはあったはずです。脱毛にはいくらかかりましたか、ということなんですけれども、私整形してないんですよ。これ別に嫌味とかじゃなくて、自分に満足してるとかじゃなくて、一度私整形していませんっていう動画を別に作ったと思うんですけれども、整形をしようと思ったことはあるんですね。このエラとか、やっぱり探せば男っぽい部分もいっぱいありますよ。顔のサイズとか、顔を削ってちっちゃくしようとか、そうやって思ったこともあるんですけれども、受け入れようと思ったんですね。もうそれもこれも自分の個性なんだと受け入れようって思ったんですよ。その行った整形外科の先生が、あなたはすごくものを追求したりとか突き詰めるタイプだから、ここ削って顔がちっちゃくなったら今度肩幅が気になりますよって、あなた顔ばかり気にしてるけども肩幅も相当ありますよ、性別に違和感がない男性でもあなたよりも小柄な人っていますよね、でも逆にあなたよりも大柄な女性はいっぱいいますよって、だからそれも個性だとして受け入れたらどうですかって。顔を整形したら次はここ、次は肩幅っていう風な感じで、どん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 いろいろなところを整形したくなると思いますよって、だからやらない方がいいですよって先生に言われたんですね。そうやって思いとどまったという経緯があるんですけれども、よかったらココアートチャンネル整形って入れてもらったら、その動画が出てくると思うので、ぜひそちらをご覧ください。そして脱毛に関しては、もちろん私もやっぱすごいヒゲがあったんですよ。もう本当に真っ黒真っ黒というか、剃ったら真っ青になるじゃないですか。朝は綺麗なんだけども、夜になったら青くなってくるってあったんですよ。もう本当に悩みだった。特にこの鼻の下がものすごい真っ青だったので、もうそれが嫌だなと思ってたんですけれども、脱毛は一応全身してるんですね。胸毛はなかったんですよ、幸い。一番ひどかったのがこの指の毛、指の毛がすごかったんですけれども、ここの脱毛ってすごく痛いので、1回で断念したので、全然ツルピカではなくて、今でも本当に剃らないと生えてくるっていう感じなんですけれども、腕は1回くらいでなくなりました。そして足は2、3回でなくなりました。そして顔は1年か1年半ぐらいかかりました。そしてありがたいことに、私はいつもあるレストランに通ってたんですね。一人暮らしで自分でちょっと料理作るのもあれなので、あれなのでっていうか、ワンパターンになるし、なんか自分でも飽きてくるので、レストランに通ってた時があるんですね。毎日外食してた時があるんですけれども、その時は龍もいないし、犬も飼ってないし、ペットを飼ってなかったので、毎日外食みたいな時があったんですけれども、通ってると常連になるじゃないですか、常連さんに。そしたら同じく常連さんがいたんですよ。で、私が行ってたレストランっていうのは、なんか会社の経営者とか女優さんとか俳優さんとか、そういう方がたくさん来てるような、そういうレストランだったんですけれども、有名な女優さんとかもたくさんいましたよ。そこで私が毎日毎日通ってると、たまに見かけるちょっと年配の女性がいたんですね。その人はエステ関係の
会社の社長さんだったんです。そして何回か通ってて顔見知りになると声をかけられたんですね。声をかけられたって言うと別にナンパとかじゃなくて、あなた綺麗な男の子ねって、ゲイなのっていうように言われたんですね。でその時私自分自身がゲイかなと思ってたので、あ、まあ多分ゲイだと思いますみたいな感じで、そうやって何回か話すようになって、あなたおひげ脱毛した方がいいんじゃないのっていうふうに言われたんですよ。そしてもう私もすごく悩んでるんですよ、おひげが嫌でって言ったら、じゃあうちでやってあげるわよって、新手の勧誘かしらと思ったんですよ。これ新手の勧誘いくら取られるこれみたいな感じで、まあ別にお金かかっても脱毛したいから、いくらかかってもいいから脱毛しようかなと思ってる時だったので、脱毛したいですって、あなた絵描きさんでしょってオーナーから聞いて知ってるわって、そのレストランのオーナーが私の絵のコレクターさんだったんですね。そして店内の一角にも私の絵をたまに飾ってくれることがあったんですよ。ずっとじゃなくて季節ごとにいろいろな絵を描き換えてて、もう本当に大アートコレクターみたいな方だったので、いろんな画家さんの絵を集めてる方だったので、この季節は高文さんの絵っていう感じで、ある季節になったら私の絵を飾ってくれてるような、そういうレストランだったんですけれども、本当にちっちゃなレストランなんですよ。カウンターとテーブル席が何個かあるような、そんな大きなレストランというよりも本当にカフェレストランみたいな感じのとこだったんですけれども、そしてそのオーナーから聞いて、私が絵描きっていうことを知ってるっていう風に聞いてるから、あの絵とあの絵とあの絵を私にくれたら脱毛のお金はタダでやってあげるから脱毛しないって言われたんですね。それで私も、まあ、ちょうど脱毛したいし、まあ、それで絵でやっていただけるならありがたいなと思って、絵を差し上げる代わりに脱毛してもらうことになったんですね。そして何回か脱毛しても一向になくならないんですよ。手の毛とか足の毛というのはなくなったんですけれども、やっぱりそういう脱毛器というのは女性のすね毛とか女性の毛を脱毛するために開発しているので、男性のヒゲというのは他の部位の毛よりもかなり太い毛になると、そして毛根もかなり丈夫だと、細い毛根とか弱った毛根だったらすぐに効くんだけども、あなたの毛根はこのまま何回やっても綺麗にはなくならないかもしれないって、だからちょっと高い温度で焼かないとヒゲはなくならないかもしれないって言われたんですよ。そこで誓約書を書かされたんですね。高い温度で焼くので、もしかしたら将来顔にケロイドが残るかもしれないと、1週間猶予あげるから自分でちょっと考えてきてって言われたんですね。そして1週間ものすごく考えました。ケロイドが残るのか、ヒゲがそのままあるのか、いろいろ考えたんですよ。考えて考えて考えて、ヒゲよりもケロイドを選ぼうと思ったんですね。もしケロイドが残るようになっても嫌だけども、ヒゲが残る方がもっと嫌だったので、お願いしますっていう風な感じで脱毛に踏み切ったんですね。そしたらもう毎回やけどみたいになるんですよ。もう本当に辛かったんです。毎回顔がやけど、そして傷が治りかけたら膿が出てきて、もう膿が治ったと思ったらまた脱毛みたいな感じで、1年半もの間本当にあまり人前にも出なかったし、その間の個展には顔を出さなかったぐらい、そして毛は綺麗になくなって、もう今でも全然生えてこなくて、ありがたいことにケロイドも何も、もうその後もいろいろ膿とかやけども放置しないで皮膚科に通って薬を塗りながら傷の治療をして、傷が治ったらまた脱毛して、やけどになって膿が出て、また皮膚科に行って治して、そしてまた脱毛、これをずっと繰り返してヒゲをなくしたんですね。今はそうじゃないと思いますよ。今は もっともっと技術が発達して、安全に綺麗に焼ける機械っていうのはできてきてると思うんですけれども、昔はもう本当にもうこのまま絶対私ここケロイドになるんだろうなって、ひどいアバタのようなデコボコの肌になるんだろうなっていうことを覚悟しながらやってた思い出があります。そしてそこまで綺麗になったのに、前回の話じゃないけれども、その後結婚生活に入るっていう、前回とちょっと前後してしまったんですけれども、今回ちょっと質問をいただいたので、今回ちょっとこういう質問をいただいたので答えてみましたね。こういうこと他にね、気になってらっしゃる方もいるかもしれないですよね。私のように男性から女性になって、どうやってそれヒゲなくなったんですかとか、もしかしたら動画をご覧の方でも気になってる方がいるかもしれないので、ちょっと答えてみました。いかがだったでしょうか。ということで、もう一つぐらい大丈夫、もう閉める、もう閉めるそうです、もう閉めるそうです。スタッフが終わりというふうに言いました。じゃあ次のコメント返しは、次の動画、一体いくつの動画になるんだろう。大丈夫ですか皆さん、大丈夫ですか。もし動画がたくさんになる場合は、間にスタッフが別の動画を入れてアップロードに工夫しながらこの Q&A 動画を出してくれてると思うので、安心して私は喋ってるんですけれども、アップロードの仕方とかを工夫したりして、皆さんがちょっと退屈しないようなアップロードの仕方をスタッフがやってくれると思うので、よろしくお願いします。深くじっくり話してたらどんどん時間がなくなってきてしまうような
そんな感じでございますけれども、今回はちょっと整形とおひげについてお話ししてしまいました。一部いろいろなコメントがあるので、こういうコメント削除した方がいいんじゃないですかとか、視聴者の方からお知らせもいただいたんですけれども、私最初に全部答えるって、答えられない場合はその答えられない理由を答えるっていう風にお約束したので、ちょっと答えてみました。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。ここはまたチャンネル。